さあここからは開幕直前のバンナーレ八戸情報をたっぷりとお伝えします。まずは昨日最終日を迎えたキャンプ情報です。開幕に向けて J1 鹿島とトレーニングマッチを行いました。 J リーグ発足時から加盟しているいわゆるオリジナル10の一つ、上昇軍団 J1 鹿島とのトレーニングマッチ。公式戦ではなくても多くのサポーター、サッカー熱の高さはさすがです。 J1 クラブを相手に攻守にわたり積極的なプレーを見せた八戸。後半には決定的なチャンスを作るシーンもありましたが、スコアレスドローで試合終了。このトレーニングマッチ振り返っていかがでしょうか。はい、レギュラーではなかったんですけど、鹿島素晴らしい選手がたくさんいる中で、いいゲームが、はい、できたんじゃないかなと思います。 J1 のチームを相手にですからね、はい、武部選手はこの J1 の鹿島の選手と戦って何か感じるものありましたか。そうですね、やっぱりプレッシャーっていうのはすごく早かったんですけど、やっぱりキャンプの中で取り組んでた高い強度で守備をするっていうのは自分たちも通用する部分があったので良かったです。今の体制になってのテーマって何かあるんでしょうか。アグレッシブですね。攻撃もディフェンスもアグレッシブにいこうというところで、積極的に、サッカーをやっていこうというところですね。そうですか。武部選手はキャンプ中って結構トレーニングをガツガツやったのかなという印象があるんですけれども、どうですか、監督の隣で言いづらいところもあるかと思うんですが、振り返って1ヶ月間めちゃくちゃきつかったです。どうですか監督。いや、本当選手はね、よく頑張ったと思います。そうですか。さあそれではですね、こちらのコーナー参りましょう。もっと知りたい石崎監督。ありがとうございます。急に始まりました。さあこちらでは石崎監督に関するトピックスを6つ用意いたしました。このように並んでいます。このトピックスの中から時間の許す限りお話をしていきたいなと思います。よろしいですか監督。はい、ではまずは武部選手から監督に聞いてみたいなというものね、ずらっと並んでますけれども、いかがでしょう。そうですね、長澤まさみさんと食事気にした。気になりますよね。気になります。この中でちょっと異質ですよねこれだけ。監督、長澤まさみさんと女優のお食事に、ちょうどお父さんがですね、はい、大学の時の同期で、はい、小さい頃からよく食事に行ってたんですよね、はい、そのつながりで、女優になった後も、ベルディの時だったんですけど、はい、今食事してるから来ないかということで、一回食事に行ったことはあります。昔からじゃ親交があったということで。はい、そうです。もう生まれた時から知ってますので。ですって武部選手、ちょっと次は僕もぜひですね、ご一緒したいですよね。さあどんどん参りましょう。では、木村アナウンサーからお願いします。はい、はい、キャスターのお二人からも聞いてみます。一番気になってた長澤まさみさんの質問取られてしまったのでそうですね、私気になるのはキャンプ中は走ってホテルに帰ります。監督がっていうことなんですよね、うん、これは石崎監督。はい、監督がキャンプ中走って帰っていた。そうですね、はい、どのぐらいの距離があるんですか。どれぐらいですかね、6キロか7キロかそれぐらいじゃないですかね。実はこちら走って帰っている様子の VTR がありますので、ちょっとこちらご覧ください。はい、練習後監督靴を履き替えまして練習場から出て行ってしまいました。走ってますね。はい、これはもう帰ってる途中で。そうですね、キャンプ中毎日ですか。そうですね、毎日、多い時は午前午後2回走るんですけど、時間がない時は午後だけ走るとかですね。これはなぜ。走るのが好きですし、選手を走らせてるので僕も走らなきゃいけないかなという使命感からストイックですね。かなり走っているところも通行人が見たらまさか監督だとは思わないような感じで一人で黙々と走られてましたけれども、ね、で走ってるといいアイデアが浮かんでくるんですよね、うんうんうん、座って考えるよりもこう走りながら特に酸欠になった時にいいアイデアが、どんなきつい練習をしようかなというのが。酸欠のところまで追い込んでるんですね選手だけじゃなくて自分も追い込んで。そうですね、武部選手でも監督が練習後走って帰るっていうのは選手からすると
どういう気持ちなんですか。そうですね、やっぱ監督さんがやられてるんで、もっと自分たちも頑張んなきゃなっていう気持ちになります。そうですよね、選手の皆さんはもちろん車とかで帰って、そうですね、一回バスで練習場からホテルに帰るときに走ってる石崎さんを追い抜くっていう。おお、その時はみんな窓からちょっと身を隠すんですか。いや、ちょっと隠しそうですよね。さあ続いて稲葉さん、次最後ですかね、はい、稲葉さん、稲葉アナウンサー、気になったもの。石崎監督、広島出身ですよね、はい、私先日広島に行ってたまたまお好み焼きを食べてきたので、このクラブを一つにする手作りお好み焼きというのが気になります。これは作って振る舞われるんですか。はい、合宿、まあ、山形にしても札幌にしても長いですので、うん、食事がどうしてもワンパターンになってしまうんですよね。やっぱりそういう時にじゃあバーベキューをやろうとこういう形になった時に、まあ、なかなか広島風のお好み焼きは食べれないので、じゃあ僕は作ろうという形で。おー、バラーレに来てからはまだ振る舞ってはまだないですね。これは武部選手楽しみですね。そうですね、めちゃくちゃ楽しみなんで、ぜひ食べたいです。その日を楽しみにしております。さあ時間が来てしまいましたので、最後に開幕に向けての意気込みを一言伺いたいと思います。まずは武部選手からどうぞ。そうですね、まあ、今週から開幕するということで、開幕戦勝つことによって、まあ、やっぱりリーグ昇格するってことに、いいスタートダッシュを切れると思うので、まず今週練習しっかり取り組んで開幕戦勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いて石崎監督、一言お願いします。はい、本当開幕が始まるというワクワクした気持ちと不安とでいっぱいです。なんとしてもアウェーであろうが勝ってですね、またいいスタートが切りたいと思います。ありがとうございました。バンラーレ八戸開幕戦は来月4日となっております。また青森朝日放送ではバンラーレ八戸の特別番組を3月18日に放送します。ぜひそちらもご覧ください。今日はですね、バンラーレ八戸の石崎監督、そして武部選手にお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。